ゆかり、私を永遠邸に連れてってほしいわ。霊夢のそばにいたいの。わかったわ。だけど誰かに伝えておかないと。ちょうどよかったわ。レイヤーを永遠邸に連れてってもいいかしら。ああ、そばにいてやってくれ。最後かもしれないからね。わかったわ、ありがとう。レイヤー、行きましょう。ニトリちゃん、ありがとう。ルカ、少し図書館でケイネと話してくる。わかりました。なぜマスターは、メカニトリが眠ることを許したのだろうか。今までなら、必ず直そうとする、絶対に諦めるわけがない。涙を流すこともなかった、だけど、どこか悲しげで。私には、まだ何か足りないものが。やたら風通しがいいと思ったら、なんだこの部屋は。ヨウムちゃん。悪いな、私はヨウムじゃない。あいつらを追い出しても、元には戻れなかったか。私も落ちたものだ、奴に石で負けるとは。すまなかった。ヨウムを守れなかった、お前に救われてなければ、私は。謝る必要はないわ、あの子自身が一歩を踏み出さなければならないこと、誰のせいでもない。元に戻るには、きっとあの子自身の意志が必要よ、目覚めるまで待ちましょう。ジェノバは、完全体になろうとしている、そうだな。あと数時間で完全となる、一応作戦はあるけど。そうか。すまない、少し一人にさせてくれ。わかったわ。ゲゲゲ、何これ、一体何が起きたの。あら、目覚めたみたいね。アリスさん。一体何があったんですか、皆さんは。大丈夫よ、ある程度のメンバーは生きてる。多少死人が増えたけど、必ず生き返らせるわ。死人が。そうですよね、こんなに破壊されちゃって。死人が出ない方がおかしいです。きっとすごい激戦だったんですよね。あはは。すみません、私。気にしないで、大丈夫だから。それよりもサナエが心配してたわよ、顔見せてきてあげなさい。わかりました。それじゃあまた後で。霊夢、大丈夫かしら。あら。安心しなさい、外じゃないわよ。パチュリー様。メイリンと小石も目が覚めたそうよ。あとは大妖精と霊戦だけね。大丈夫よ、あなたが倒れてから、そこまで時間が経っていないわ。何が起きたのか教えてくれるかしら。敵からの襲撃に遭いました。やはりジェノバか、となるとかぐやかしら。いえ、わかりません。どういうこと、相手の顔は見ていないの。はい。突然遥か遠くから巨大な光が襲ってきて、大きな爆発と衝撃で気絶してしまいました。きっと、ジェノバが放ったビームに違いありません。完全に直撃しなかっただけでも、運が良かったとしか。巨大なビームねえ。ジェノバやかぐやは、あのキャノン砲を抑え込むのに手一杯だったはず。ゴーム艦を襲撃する余裕なんか。あ。パチュリー様、何かわかったんですか。昨夜、知らない方がいいわ、忘れなさい。それとレミフラからの伝言よ。今、コアが能力の勉強中で、あなたも覚醒させたばかりなのだから、もっとできることを把握しておけってさ。わかりました。魔剣リベリオン。悪魔の力から生成できた唯一の武器。私の本当の能力が解放された時に生成できた、自然と生み出せると分かった。物理的効果は一切ない、悪の心のみに反応する。魔界の時の記憶全てを思い出したわけじゃないが、悪魔がなぜ善人ではなく、悪を裁く力を持つんだ。悪魔は人と契約し、最後に魂をいただくからですよ。待ってくださいね、今思い出します。河川ですよ、茨城河川。あはは、すみません。別にいいですよ、ふん。それで、どうしてここに。まあ、特に理由はないですよ。飛んで行ったのを見て、少し気になっただけです。邪魔してしまいましたね、すみません。あの、はい。悪魔について詳しいんですか？悪魔のこと教えてください。あなた悪魔ですよね。すみません、あまり覚えてないんですよ。いいですよ、知る限りのことを教えて差し上げます。おそらくあなたも、魔界という場所から来たと思いますが、悪魔にもいろんな種類が存在します。人を騙す者、悪に染める者、破壊を楽しむ者など様々。しかし悪魔の中に共通するものがあります。それは、魂の役立つ、魂を喰らうことです。どうしてそんなことを？魂を喰らうことで、その者の力を得ることができるそうです。悪の心が強ければ強いほど、かなり美味しいらしいですよ。悪の心？悪魔に食われた魂は、二度と戻ることはありません。冥界の者にとっては、邪魔な存在でしかありませんね。とは言っても、死後の魂じゃないので関係ないですが、最上級者レベルで、やっと魂のことを学ぶそうなので、知らない悪魔の方が多いらしいです。あなたのその力は、魂を役立つする剣、まだあなたが不完全だから奪えないだけ。
悪の心に反応するのは、本来あなたが略奪して、それを食らうためです。どうしてそんなに詳しいんですか？善人とは、人に道しるべを与えるもの、悪魔はその全くの逆です。人の道を踏み外し、悪へと変える。悪へ変える理由は、先ほどの話でわかりますね。そして悪でなければ奪えない。あなたも彼女も優しい、そして普通の悪魔とは違う。だから黙ってましたが、一応彼女には気をつけてくださいね。彼女って誰ですか？ココアのことですか？おや、気づいてなかったんですか？アリス、マーガトロイドのことですよ。アリスさんが、悪魔。はい、悪魔にもいろんなタイプがいますからね。私は幼少期の頃から知ってますから、間違いなく悪魔です。だけど、私もココアも、アリスさんのことを知りませんでしたよ。アリスさんだって。それはそうですよ。階級が違ければ、会うことはありませんから。本当に彼女は優秀だった。多分上位クラスか最上位クラス。何しに幻想郷に来たのかは教えてくれなかったそうです。結局理由はわかりませんでしたが。ただ、ある日の時でした。彼女がこう言ったんです。人形に魂を入れる方法を知っていますか？ってね。それが目的なのか、ただの趣味なのか、どちらにしても、かなり怖いこと考えてたのよ。彼女は。霊夢は気づいてたみたいだけどね、他のみんなはどうなのかしら。だけど勘違いしないでね、あの子は間違いなく善人よ。人のために動ける優しい子なんだから。はい。それと話にも触れないこと、本人が話したがらないんだから、優しく見守ってあげてね。わかりました。あ、そうだ。逆の方法で考えれば、少しはいい戦術が生まれるかもしれませんよ。それでは。ものすごく気になるけど、今はゲノバに集中しなければ。逆の方法か。相手の悪の心に対してだから、善人の誰か、かな。誰かではなく、あなた自身ですよ、小悪魔さん。ただ、逆ともなると、かなりまずい気がしますがね。私の予想が外れてればいいですが。メイリン。昨夜さん。もう時間がないのはわかってるわね。私に知識を貸してほしいの。知識ですか、それならパチュリーさんが。ダメよ、これからパチュリー様は、マリサとアリスで、三大魔法を習得するんですって。なんですか、それは。そんなことはいいのよ、メイリン。あなた何をしているの？落ち込んでる暇はないの？お嬢様がいたら怒るわよ。わかってます、ただ、気持ちの整理を。あらら、昔はあんなに頼れる門番だったのに、どうしちゃったのかしら。私は、別に。メイリン、あなた少し溜め込みすぎなんじゃないの？え？例えば、ほら、ストレスとか怒りとか？だってあなたらしくないもの、我慢するのやめたら、すべてを耐えることが強さでもないわよ。そう、ですかね、正直、いろんなことがありすぎて、何に対して怒っていいのか。今、自分がどういう気持ちなのか、よくわからないんです。カウンセラーなら、館にいるけど、どうする？え、誰ですか？サトリよ。サトリさんですか？文句があるなら自分で考えなさい。それにもう時間がないの、悪いけど他を当たるわ。待ってください。すみません、私が手伝います。迷いは戦いの風でしかありませんから、終わったら考えます。ふふふ、それでいいのよ。私だっていろいろ悩んでるんだから、後で一緒に悩みましょ。そうですね。それでね、能力を覚醒できたみたいなんだけど、時の力で何ができるか、それを考えてほしいの。なるほど。それでしたら、まずは。なるほどね、過去の異変だけじゃなく、幻獣や神々まで。道理で予想より多くの異変が起きるわけだ。いや、つくよみも過去を回避した異変の一つか。重要なのは、タイミングってところかな。歴史は、半分が嘘で、半分が本当だからな。封印されたものは正直どうでもいい。というと、自ら眠り、この時期に合わせた理由が怖いってことだ。何かを待ち構えているのか、それとも偶然か。それか封印されたものを抑え込むためか、どちらにしても、時期が重なりつつある。そして、全てが敵とは限らない。もしかすれば、かなりの戦力となる仲間が増えるかもしれんぞ。正直今すぐ仲間になってほしいところだね。ふざけてる場合か、マリサの話じゃ、あと3時間ほどでジェノバが動き出すんだろ。まあね、大妖精が目を覚まさなければ、正直お手上げだ。その作戦も成功するかどうか微妙だし、出たとこ勝負かもね。うん、なんで大妖精が必要なんだ？おや、生徒さんのことをあまり見ていないのかな。蘇生能力や生命吸収能力、今では最強サポーターだよ。なんだと、それは驚きだな。それに幻獣だしね、当たり前といえば当たり前なのかな。何？あ、キルノも幻獣だよ。バカな。でも死んじゃった。おい、君。霊夢、ごめんなさい。私、あなたから逃げようとした。自分のせいで、あなたの幸せが壊れていくのを見るのが、怖かったの。私のせいで、あなたを、そして仲間も。生き返るべきじゃなかったわね。
どうして神は、私を。それが霊夢にとって幸せだからだ。あなた、大丈夫なの？回復はできなくても、自然回復はされるみたいだな。それよりもお前。霊夢の幸せが何か、考えたことはあるか？それはな、大好きな連中の笑顔だ。そのためだけに頑張っている。霊夢だけじゃない、私もそうだし、みんなそうだ。だから生き残るために、お互いに助け合ってるんだ。気持ちはわかるぜ、もっとこうすればよかったんじゃないか、何がいけなかったのか、嫌でも考える。だけど、気づいたら仲間に囲まれてるし、巻き込みたくねえってのは、無理な話だ。おせっかいどもが多いんだよ、どんどん巻き込んで助けてもらえ。物事をプラスに考えろってよ。そうね、だけど不思議だわ、あなたとは初めてじゃない気がする。異変が終わったら、一緒にお酒でも飲みましょ？最高じゃねえか。それで、三大魔法って何なんだ？本来は基礎となる、炎、雷、水などの属性のことを指すんだけど、私が言ってるのはその上のランク。聖、闇、無の力が必須条件となる究極魔法を完成させる。そもそも何をどうするのかわからないんだが。簡単に言えば、私たち三人で、究極を超える魔法を完成させろってことよ。邪神と戦った時、パチュリーがフランと合わせて、メテオを発動させたの覚えてるでしょ。それを今回、その三種の属性を合わせ持つ魔法を発動させる。なんて名前の魔法だ。禁忌、究極魔法、アルテガ。禁忌の中でも、最も危険とされてる魔法よ。あのジハードを超える。おい、それ大丈夫なのか。大丈夫じゃないわ。ものすごい量のエーテルと魔力、そして発動させたものにも大きな負担がのしかかる。ほとんど自爆みたいな技よ。それを残りの時間で完成させる。自爆って、死ぬってことかよ。マリサ、正直誰かしら絶対に死ぬわ。私たち3人の命で最小限に抑える。あとは任せるのが一番よ。それもそうだな、霊夢に悪いが。それで、どうすればいい？無属性ならマスパがあるが、他の属性は持ってないぜ。アルテガはアルテマの上位互換よ。私が無属性を発動させ、あなたが聖か闇を覚えればいいわ。聖属性ならサナエが一番じゃないか。サナエの聖属性はちょっと特殊なのよ。ルーミアの闇はいけそうだけど、あの子は今能力が使えないし。とりあえず時間がないわ。正直数年の時間があっても難しい魔法だけど、やるしかないわね。あなたに向いてそうな属性はどっちかしら。マリサなら聖属性が向いてそうな気がするわね。その理由は、マリサの技には、少し光が混じってる、聖に変換させることは、そこまで難しくないはずよ。なるほどね。マリサ、ホーリーじゃなくてもいいわ、ルインを覚えなさい、属性さえ習得できれば十分よ。わかったぜ、だけど意外だな、アリスの方が聖属性に向いてそうなのに。私はどっちでもいけるからね。それに言ってなかったかしら。私、どっちかっていうと、闇の方が得意なのよ。どうやら皆さん、戦闘に向けていろいろ準備してるみたいですね。それで、私たちはどうすればいいですか？とりあえず私は常にジェノバを見張っています。動き出すまでに、どう立ち回るかを考えた方がいいですね。動きを読み、意思疎通は可能ですが、全員に伝えることはできません。誰か一人か二人を守ることくらいが私の限界、幻覚で守ることもできますが、手の内を知られている状態です。悟空はいつも通り、遠距離から攻撃、小石は誰かと常に行動した方がいいですね。それか、私とお姉ちゃんで、悟空のサポートするとか、無意識と幻覚なら、ある程度の時間稼ぎができるよ。そうですね、一人に絞れば、その分立ち回りも楽ですし、隙も生まれない可能性がある。よし、メインはニトリさんの策ですが、繋げるまではそれが一番いいですね。あとは状況に応じて立ち回りを考えましょう。どうしようか、正直力がある程度強化されたとはいえ、元の力が少し上がった程度だ。私とスワコ二人で、やっと一人分の力って感じだし。レイゼンさん含め、三人で特攻した方がいいですね。私が三人を集中強化させます。私個人に集中しても、かぐやさんには通用しませんでしたが、今回は多くのメンバーが揃ってます。なんとかなりますよ。わかりました。とりあえず毒には気をつけないとですね。おや、ゆかりとレイヤがいないじゃないか。今は永遠帝にいるそうだ。さっきニトリと話して、レイムたちが目覚めた時のために、残ることにした。そうかい、あんたはどうするんだい。私は戦闘で役に立ちそうもない、エボンジュから乗っ取られないように、隙間で逃げる準備をする。ですが、隙間で全員を一度に退避できるんですか？はっきり言って無理だ。誰かしらは乗っ取られるだろうな。その時は個人的な能力判断で選ぶ。私のことかい。わかったな。その時が来たらやってみろ。わかりました。本当にそんなことが可能なんですか？正直言ってわからんが、試す価値は十分にある。いいか、内側から外に出すイメージだ。それがうまくいけば。皆さん。ジェノバが。ついに動き出しましたよ。どうなってる？なぜ予定より早まったんだ。